組の体操コーナーで使う曲、どれにしようかな。こっちの曲は可愛い感じだからメイちゃんが好きそうだよね。でもこっちはシャキーンって感じでカズくんが好きそうだし、どれが一番喜んでくれるのかな。あぐみ、準備はどうかしら。あ、ココロ、今はぐみのコーナーで使う曲を考えてるんだ。どの曲も楽しくなりそうってはぐみは思うんだけど、はぐみ、何を悩んでるの。ココロ、はぐみのコーナーでみんな楽しいって思ってくれるかな。もちろん、きっととっても楽しいって思ってくれるわ。はぐみはみんなを楽しませてくれるって私は分かってるんだから。そっか、はぐみは楽しいって思わないの。あ、そんなことないよ。はぐみ、体動かすの大好きだもん。でもみんないろんなものが好きだから、みんなに一番喜んでもらえるものにしたくて。それでどうしたらみんな楽しんでくれるかなって考えてたら、なんだか頭がこんがらがってきちゃった。みんなが一番好きなものってなんだろう。ねえ、はぐみが楽しいって思うことは何かしら。え、はぐみが楽しめなきゃきっとみんなも楽しめないもの。なら、はぐみが楽しいと思うものをみんなに届けましょう。きっとそれが一番のはずよ。はぐみが楽しいって思うのは、そろそろ休憩の時間終わりだけど、はぐみちゃん準備行ったっきり戻ってこないね。あ、それに様子を見に行ったココロちゃんも。きっと準備に花を咲かせているのさ。はぐみの体操のコーナー、私も楽しみだよ。まあそれはそうだけど、ってあれ何。あ、私のドラム、それにみんなの楽器も。あ、楽器持ってきてくれたんだ。黒服さんたち、ありがとう。これはぐみちゃんがお願いしたの。確か次ははぐみちゃんの体操のコーナーじゃ。うん、あのね、はぐみのコーナーちょっと変えたいなって。変えたい。はぐみ、何をするつもりだい。今のはぐみがみんなとやりたいって思うこと。